さてさ、シャコレでございます。今週のダラダラトークです。今週はお盆でしたね。皆さん帰省はされたんでしょうかね。お盆の時期というのはどこに行っても混んでますから、僕はずっと家と職場の行き来をしておりました。それと毎度の動画で言ってますけど、ずっと雨なんでね、今もなんかよくわかんないけど窓にピチピチと当たっている音がしてます。そんな中、唯一お出かけをしたところがですね、 Y モバイルに行ってきました。以前から使用していた、ネット回線を解約するという形です。簡単にご説明させていただくなら、僕が使っていたものではなくて、おばあちゃんがパソコンを買って、で家族間でスカイプとかをするために、インターネット回線が必要だったんですよ。僕がそれをこっちで用意して持ってってっていうのもいいんですけど、常日頃おばあちゃんのメンテナンスをできる距離にはいないので、おばあちゃん宅の近くの電気屋さんで購入した方がいいのかなと思って購入して、でその時に、当時の e モバイルというですね、会社でパソコン購入とともにそれを契約したら安くなるよみたいなキャンペーン昔ありましたよね。それで購入をしたと。で、月々ずっと何年も何年も払ってたんですけど、もう最近おばあちゃんがですね、携帯会社はドコモなんですが、ドコモの人とお話をしていく中で、ドコモのインターネット回線を申し込んだと。その工事が近々あるよということで、今現在撮影日現段階もその工事は無事に終わってるんですけど、 e モバイル改め y モバイルの契約がいらなくなったから解約をしたいということで、契約者が僕の名前なんで、僕が契約を解除しに行ったという形なんですけど、ちょっとね、面白くて、ちょっと今日はその話をしたいんですけど、e モバイルという会社自体が2014年7月31日で終了しておりまして、それまでの既存のユーザーを y モバイルが、引き継ぐという形だったみたいで、実際 y モバイルの店舗に行ったんですけど、 e モバイル契約のことに関してはちょっとちんぷんかんぷんというか、まあ当然ですよね、結構前のお客さんなんで、僕がどうなんでしょうね、こうなんでしょうねっていうことがあったんですよ。それは当然だなと思って、一緒にいろいろと考えてね、やっていたんですけど、まず僕が e モバイルの契約者は僕なんですけど、どういった電話番号を持ってるのかとか分かんないわけですよ。でまあ、もともとふとおばあちゃんがその解約をしたいんだっていう時に、タイミングよくですね、 e モバイルさんからこういう DM が届くんですよ。 3G を 4G にアップデートするキットを無料でお届けしますよと。で、 e モバイル時代の 3G 回線が2018年1月31日で終了と。こういった形で新しいルーターをお届けしますよっていう案内の DM が来ました。で、これとともに僕が今使っている、今もう解約したから電話番号隠す必要はないと思うんですけど、一応隠しますね。なのでこういった DM が届くんですよ。で、僕が使ってる機種はこういったものですよ、電話番号がこういうものですよ、わかんないことあったらフリーダイヤルしてねっていう紙がちょうど来ていたので、この紙を持ってこれを解約したいですと言いに行きました。で、解約自体は非常にスムーズに終わりました。この対応機種と、僕の契約者番号みたいなものがあったらしくて、ただそれは携帯電話番号、このポケット Wi-Fi というかルーターに当てられた電話番号のこの紙があったので、これですぐ僕の免許証を見せて解約、その場でもう使えなくするっていうことができたんですけど、おばあちゃんのノートパソコンにその USB 型の Wi-Fi ルーターなんですよ。スティック型っていうのかな、なんですけど、おばあちゃん外に持ち歩くことがないので、ADSL のモデムも一緒に e モバイルから借りていたんですね。モデムっていうのは何でしょうね、なんて説明、コンセントから挿して、コードが伸びてちょっと黒い直列するやつ、そっから LAN ケーブルっていうのが伸びてパソコンに挿して有線で使えるよっていう、その ADSL の機材をレンタルしている形だったんですよ。それを返却しなさいっていう形でして、ここに解約申し込み確認書っていうのがあるんですけど、まずですね、契約解除料金っていうのはかかんなかったです。で、料金プラン契約期間が2012年8月1日から、5年1ヶ月だったそうです。たまたま8月だったから
契約解除料金がゼロだったというわけではなくて、2年以上使っているから契約解除金はなかったみたいですね。で、ADSL サービスをご利用のお客様へ、 ADSL サービスを解約する際、レンタルモデムの返却が必要です。返却費用はお客様負担となります。ここでね、 Y モバイルの方もちょっとなんかあたふたしてて、通常 Y モバイルでこういったモデムとかの返却っていう時は契約解除して、その時の契約の、住所のところに返却キットみたいな段ボールの梱包材とかが送られてきて、それをしっかり内容物を入れて返送してくださいねっていう案内になるらしいんですけど、ここが返却費用がお客さん負担だ、僕負担になるっていうところに、その Y モバイルの親切な店員さんもふと疑問を持ったらしくて、調べていただいたんですよ。そしたらやっぱり E モバイルという事業自体がもうない段階で、Y モバイルさんの引き継ぎだからこうなってるんじゃないかというところでした。それでね、ちょっと面白いところがあって、モデムの返却先っていうのが千葉県松戸市っていうところに、Y モバイルのレンタル機器返却センターっていうところがあるんですね。なんですけど、その下の電話番号が東京の03から始まってるんですよ。千葉県なのに。で、おやおやって思って、ここに記載されてある東京の03という電話番号にその場で電話したんですよ。で、まあお盆期間中だったんで、音声テープが流れるかなって思ったんですけど、なんと現在使われておりませんっていう形でして、ちょっと待ってくれと。で、僕がなんでね、その場で電話したかっていうと、上記返却先へのお持ち込みによる受付は行っておりません。宅配便の伝票には上記返却先の電話番号をご記入ください。お問い合わせは受け付けておりません。で、ここが結構重要で、モデムをご返却いただかない場合はモデム費用を請求させていただきますという形で、これまたね、モデム費用っていうのが1万1000円かかるらしくて、で、僕としては現在使われていないっていう電話番号を記載されている中で、僕が送ったことをしっかり分かってくれて、僕にそのモデムの費用の請求が来ないのかっていうところが心配でして、これ書いてあること正しいですよね、大丈夫ですよねって Y モバイルの人に聞いたら、これはおかしいですねっていうことでね。ただ現在も Y モバイルさん自体でこの千葉県松戸市っていうこのレンタル機器返却センターっていうのは使ってるそうなんですよ。だからこれは実在している物流倉庫みたいなんですけど、記載されている電話番号がよくわかんないねっていう話になりまして、僕としては契約解除した ADSL もちろん使わないから返却するんですけど、要は契約者が僕で、おばあちゃんの家に ADSL のモデムがあるんですよ。おばあちゃんの住所からその千葉県に送って、果たして僕が借りてたモデムなのかっていうのはそこではっきり分かってくれるのかなっていうのが疑問でして、そしたら店員さんもそうですよねって言ってくださって、とりあえずおばあちゃんは僕の家にそのモデムを送ってくれて、そこから千葉県に送ると。で、その時にこの解約申し込み確認書、これコピー2枚もらってるんですけど、これ中に入れとけば大丈夫でしょうっていうふうに言っていただきましたので、とりあえず大丈夫だとは思うんですけど、会社が変わるというのは結構大変なんだなっていうことが分かりましたよ。ただまあ無事にね、おばあちゃんも新しい回線があるので何の問題もありませんし、実際に多分安くなってるんだと思います。料金プランとかね、全く聞いてないんですけど。なんで 2,3 日したらおばあちゃんからモデムが届いてきて、タイミングがいいことにおばあちゃんにね、その ADSL のモデム、こういう黒いのあるから送ってって言っても、分かるのかって言ったら分かんないわけですよ。僕と50違うんで、もう80だね。全然ね、元気でピンピンしてるんですけど、そういう機械系は疎いと思うので、なのでもうドコモの人が来たら、もう孫が ADSL の機械返してくれって言ってるんだけど、どれっていう風に言ってっていうのを電話で伝えまして、まあ多分 2,3 日したら無事に届いて、それを僕がこの千葉に送って、それで全て解決という形になるんですけど、いろいろとちょっとね、ややこしいですよね。まあとりあえず、E モバイルさん改め、Y モバイルさん非常にお世話になりましたということが今週ございました。で、その場で確認してもらって、このアップグレードのキットは、まだ送る手配が僕のところには済んでなかったそうなんで、とりあえず、
届かないと。もし仮に届いてしまった時は、またこの解約申し込み確認書というものを持って最寄りの店舗に返却していただければいいですと。これはマイモバイルさんから直々に来るやつだから、ワイモバイルさんで対応してくれるということでございました。難しいですね、こういうねものはね。だからといって大手を選んでいいのかっていうと、大手の金額とかもねいろいろありますから難しいね。はい、そんなことがありました。では、しょうこれでございました。また明日。バイバイ。